今日も西日本から東北地方にかけては激しい雨に対して十分注意あるいは警戒をしてください。その原因なんですけれども、予想天気図を見てみますと、この本州付近東西に前線が停滞をしております。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んでおりまして、今日も雨雲が発達しやすくなります。そしてもう一つの悪条件が上空の寒気でして、引き続き上空5500メートル付近かなり高いところですけれども、マイナス6度以下の寒気が西日本から北日本にかけて覆います。このため地上付近大体今日は30度前後まで上がる予想なんですけれども、地上と上空の温度差が大きくなる、これによって雨雲が急激に発達をする可能性があります。その雨雲の推移予想で見ていただきますと、特にですね、西日本ですとか東日本、今日の午後にかけて気温が上がることでどんどん雨雲が発達をしやすくなります。さらにお昼以降は南海上の活発な雲が関東の太平洋側ですとか静岡県にかけてかかってくる予想でして、再び激しい雨となる恐れがあります。また東北地方、今大雨に見舞われておりますけれども、だんだんと雨雲は北上していく傾向なんですが、まだ夜にかけてあちこちで雨が降るというふうに見られます。これまでの雨でかなり地盤が緩んでおりますので、引き続き大雨災害に対しては厳重に警戒をしてください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。